鴨原神社というのが、あるかなり有名な神社で、もういろんな県外場所からねここを訪れるということで、雨の大主の狼、高見結びの狼、神結びの狼という、あらゆるものを生み出した造花三神と呼ばれているということで、鳥居やその横の石碑に刻まれた不思議な文字はサムハラと読みますということで、まあいろんなねご利益があって、日清日露戦争で命の危機を免れたことを機に、サムハラの狼の霊徳を広めるべく1950年に大阪市で建立、したのが鴨原神社ですと。ああなるほどね、もともとここにあったけど、まあ、大阪の方にも建てたということですね。で前回行けなかったんですけど、神様に選ばれた人だけ行けると話題の鴨原神社奥の宮というのがあるらしいです。以前はね、展望台まで行ったんですけど、めちゃめちゃ疲れて気分悪くなってもうそのまま帰ってしまったんですよ。で奥の宮ってがあるのもうあんま知らなかったというか情報不足だったので、ちょっと今回ねそっちの方行ってみようかなということです。でこのブログ、奥の宮の写真撮影したけど、消えてしまったということで、これは神様にもう一度来なさいと言われているかもという意味があるんじゃないかとかいうようななんか感じになってますけど、今日はちょっと行ってみようかなと思います。じゃあちょっと登っていきましょう。だいぶね上距離あります。早く登ってしまうと体力がなくなってしまうので、ここね、このサイドに石並んでたりするんですけども、なんか大阪からのね気流があったりしてます。
はい、展望台にね登ってきました。非常に綺麗な眺めです。あいにくのね曇りなんですけども、まあこれはこれでね、山の上の雲かな、水蒸気かな、まあ、なんか綺麗に見えるので、まだちょっと神秘的な感じです。ここが、旧社になります。サマハラ神社の昔の、建物です。ここかな、ちょっとお賽銭だけね、神社、です。先ほど言ったのが旧社です。じゃちょっと失礼します。でなんかねルールみたいなのがありまして、まずね裸足になるそうです。裸足になって、一番下の石の真ん中にある鉄、ここからパワーが出てくるらしくて、左足を合わせて次に、左足を合わせます。でこれかこれですね。よし、で右足で次に、一番上の石で、石の上でお参りをします。はい、という感じで今日はお送りいたしました。サムハラ神社、まあ、今日は自分でもどんな感じかちょっとわからないんですけど、今日、まあ、なんか違うなと思ったら、人がいたらちょっとまた改めていろいろ勉強していこうかなと思います。まだちょっとねこういうものに関してちょっと疎い部分もあるので、でもまあちょっと本当になんかいいことあればいいなと思いながら本当に今日参らせてもらったんですけども、前は本当にね暑い中でちょっとなんかあんま目標っていうのなく来たような感じだったので、まあそれが心に、だから全体に現れたのかなっていう感じでございます。というわけで、ちょっとまた、時間があった時に参らせていただこうかなと思います。今日はありがとうございました。よし、帰ろう。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。